してもよろしいですか。監督こちらでお願いします。マイクが置いてありますので、で3、こちらです。はい、じゃあ早速ですが監督よろしくお願いします。今初めてこの映画見ました。一緒に皆さんと一緒に、うん、ありがとうございました。大変完成度の高い映画に仕上げてありがとうございます。カンヌでねちょっとご一緒して見ていただけるかなと思ったんですけど、ちょっとタイミングが合わなくて カンヌでは経済の差がはっきり出ましてこちらは東宝とか何かフジテレビとか、はい、ギャガとかなんかお金のありそうなところがずらっと並んでましてホテルもいいし羨ましかったです。いえいえ、どうでもないです僕もだって後半はずっとアパート借りて居すぎたんですよ、居すぎたんですよ。さあそれは別として、今日は本当に皆さんこんな遅くまでありがとうございます。ありがとうございました。いかがでしたでしょうかね、最後に拍手しようと思ったけど一人だけ拍手するのも変だと思って黙ってたんですけれども、はい、私が撮影の時に初めてすずちゃんに会った時に、ああこの広瀬すずっていう子が浅野すずっていう、まあ偶然なんですね。あれ偶然です、うん、この子に出会ったっていうのがまずこの映画のポイントでしたね、うん、本当にそう思いますね。すごい そういう出会いっていうのはするもんなんですかね。大概あっていう風な感じじゃないですか映画。そんなことないですか今まで。いや、そんなことないですよ、うん、そうですか。でもこの子に出会ったことでこの映画が動いたっていうのは本当に誰も知らないの時の柳楽くんがそうでしたし、今回のすずもやっぱりオーディションであって広瀬すずが浅野すずだっていうふうに思ったんですね。やっぱり是枝監督はついてるというか月もやっぱり才能のうちですから、これはすごいなというふうに思いました。それでみんな綾瀬さんも長澤さんも加穂さんもみんなチャーミングで、いやもう漫画の先生がいらしてたら悪いんですけど、漫画とは別の意味で超えた映画になってるんじゃないかと、まあ、そのつもりで作ってらっしゃるんですけどね。はい、そうですね、漫画をなぞるのではなくて、もちろん漫画を尊重しつつどういうふうに目の前にいる役者さんたちをこう生き生きと撮っていくかということを今回は心がけました。本当に細部にこだわって、まあ、とにかくロケ現場の素敵なのが見つかったっていうのがまたそれは努力でしょうけど才能ですよね。そういうものに出会う、そうですね、役者さんだけじゃなくて家がやっぱり見つけられたというのが、この映画にとってはもう一つの多分すごく幸せな出会いだったんだと思います。本当に、まあ、とにかくまあ不幸な出会いもあったんでしょうけれども、それも良い形にするという、これは監督の腕です。さて監督から、はい、いつもこういう仕事をしてらっしゃるんであれですけど、はい、特に皆さんにおっしゃりたいことはこれね、君さん大体手を挙げてもらって、こう質問を受け付けながらこうキャッチボールしていく感じなんです、それでもいいですか。いい、もちろんいいですよ。じゃあはい、じゃあ君さんさせていただきます。はい、はい、じゃあちょっと私の雰囲気 の後ろ の方、女性の方、はい、眼鏡かけたあなた、はいはい、うん、私の雰囲気のって人姉妹とそれから四季の美しい映画ですごく素敵だったんですけれども、キリンさんをはじめキャスティングもすごく豪華 で四姉妹の中でちかちゃん三女あたりはすごくキャスティング大変だったんじゃないかなとかも思ったんですけども、あと前田君もすごくいい表情を入れてたし、キャスティングで特に苦労された役とかはありましたでしょうか。キャスティング苦労、このぐらいの監督になりますと
僕があの人がいいって言うと必ず向こうが出てくれますから。いやいや、苦労はしておりません。そんなことはないんですけど、サンジもでも比較的すんなりと赤尾さんのっていうふうに思ってました。出番がそんなに多いわけではないんですけども、その三女ってその長女と次女のテンポとちょっと違うテンポとか、いろいろ取材をしてみると違う服の趣味だったり違う音楽を聴いてたりっていうことが結構あるというのが分かったりもして、で上二人がの掛け合いで進んでいく映画の中で少しテンポの違う女優さんをというふうに思って、名前を挙げました。監督からカホさんっていう。そうです、そうです。キャスティングはもう全部自分から今回に限らずですけど。